2月3日日曜日、いなべ市青少年育成市民会議いなべ支部いなべ町育成会主催の毎年恒例で今回で9回目の七草がゆウォーキングが開催され、およそ40人の親子が参加しました。これは身近にある自然を満喫しながら歩いた後に、今では珍しい七草がゆを味わうこの季節ならではの催しです。天候に恵まれたこの日、いなべ健康センターから出発した参加者は、いなべ公園周辺を散策するなどして、およそ4キロの道のりを歩きました。途中、子どもたちは友達との会話を楽しみながら、自分が心地よいと感じるスピードで元気に歩き、いろんな植物を見ながら歩けて楽しい、早く七草がゆが食べたいですと話していました。およそ2時間のウォーキングをして帰ってきた参加者。気持ちよく歩いた皆さんを待っていたのは、有志の方によって作られた美味しい七草がゆです。食べると災いをよけ、長寿を得られると言われる七草がゆ。体を動かした後の七草がゆの味は格別だったようで、おかわりをした子どもたちは、七草がたくさん入っていて美味しかった、頑張って歩いた甲斐があったと笑顔で感想を話していました。いなべ町育成会のメンバーは、子どもたちにはこれからも貴重な体験を通して健やかに育ってほしいですと話していました。